と、じゃあ今後パンフレットをもらったので、それを紹介して、なんか結構大きいですね。漢民族のルーツ第一巻、それから漢民族の試練っていう風な、国を守る三一運動、国を取り戻すための戦いか。で、七巻では独立運動体験場、ここら辺の、まあ、知識ですね。から、これが全体の、そうですね、韓国の歴史を知るコースとか、ある場所はここですよっていう。ちょっと外をぐるっと回るしかないね。お、このクゲ。ああ、寒い。ファス上げて。
国の花くれるか。入り口はここからですね。これ半日がかりだね。取材ここだけのために来ないと。昼から出てってなるとほとんどこう見られないね。不便だし。おお、こういう、あれ、創価学会の屋根もこういう色だよな、촬영하시는 거예요? 자, 아, 바이. 끝났어. 아, go around. 아, yeah, just go around. 아, 소가 소가. 회관에 들어갈 줄 알았던구나.
に作ったっていうのも何か意味があるんだろうな。おお、あの山だね。分かったぞ、あの山。ここもあの山。なんかありますね。うん、ここも古墳だ。古墳があるから、ここに作った。スペシャルエグゼビションホール。1932年若くして亡くなってるね。大腸運、この人青安受魂、まあ伊藤博文を仲間の人を殺してしまったって言うんだけれども、それは嘘ぴょんだよね。フランスだと思うよ僕。殺したのは伊藤博文。うん、でこれは誰？キム・サチン、向かう祖国の進軍。うん、あれこの人も結構若く。アメリカに抵抗して勇敢に戦ったとか、うん、韓国から攻められた時に戦ったとか、そうだよね、白村江の戦いの時もやられちゃったんだからある意味でこういうのがあってもいいんじゃないの。でもあれを言うと真実がバレちゃうか。あ、そうか、結局抵抗しなかったんだもんね。あ、抵抗したんだけれどもやられちゃったんだもんね。まあそれまでの鬼、くだらの人は白木にやられちゃったんだな。
では出雲の歴史、まあ、アマテラスにやられたってことになっている。あれか、ミックスリアリティシアター 4D。 そこの抵抗の歴史なんてのは結局消されちゃってるから、いかに韓国と戦って敗れたか。エデュケーションセンター、教育、ああ反日教育もあれかな。いかに日本と戦ったか。シンボルなんだ。何なんだろうな。書いてないね。英語でも書いてない。スカイトレイン。空の鉄道、電車、あ、じゃないか、とかなり巨大なモニュメント。そうか、赤いの外観だよね。橋渡ったところにも何かあるの。
があるんじゃない？日本をやっつけたっていう記録が攻めてきた日本をやっつけたんだよっていう和のやつら。おう、わあ、和を潰した城、誰、和族、うん、和光のやつら、かや、至る所にあるだね、和が入ってる。水軍を率いてって書いてあるね。そうか、これも一つのシンボルなんだ。教会だったってこと？こっちもあるな、なんか、どうかや、白木、くだら、でここで戦った。ああ、だからくだらと、そっか、くだらとかやは一体化してる時もあったし、逆にかやと白木が共同でくだらをやっつけた、そういう時もあったしね。こう来るかな、本来はここ、こう来る、タイ、くだら、かや、白木、これがあるか、豪快と王、大王、領妃、天しか分かんないね。うん、そういう意味ではこっちはこうくり対、まあはくだら、白木、あ、でも白木とコウクリは最後仲良くしてヤタガラスをして一緒になってクダラを、クダラカヤを滅ぼしたっていうか、って書いてたんだね。あ、こっちも歴史はこうあったんだ。日に対する、まあ、戦いっていうのを、おう、アンジュコン、
ヒロミが撃たれたところ、あれこれロシアじゃん、後ろにいるのは。でも鉄砲の弾はフランスのあれじゃなかったっけ、まあ致命傷になっているのは。広文は韓国のために働いた人なんだけども、まあそれは理解されていなかったのか、きれいに山が。
ここまで来てくれればまだちょっと楽だったんだろうね、車で。タクシーでだからここまで来て降ろしてくれれば、もっと楽だったんだけど。木毛か。無料でです。あれ、ともえもんか。来るときは分かんなかったけど。ともえだね。ツートモエじゃなくて二つのトモエ。Way out。2.9度。寒いよね。キュレの家ってあった。どうした。キュー Monuments of the Nation。 あー、池があったんだね。気がつかなかった。橋はあったのは分かったけど、27セントラルサービスセンターだもんね。29も違う。ちょっと分かんないっすね。あ、メモリアルがあったんだね、上にさらに。そこは行かなかった。あの一番奥のさらに上かにお墓っていうか、これあったんですね、16番。パトリオッツメモリアル。
愛国者たちのお墓が、はい、であれがここ天安市、駅からタクシーで行きました。天安からタクシーで20分ぐらいかな。で彼女あれがここ、あれこれかな、場所的にはこれか、こっちかな、韓国語だからちょっとわかんないけど、あ、まあこっからちょっとというか離れたところにありますか。ですね、こっちですね。だからさらにこう車でちょっと不便です、ここ。やっぱり車で来ないとダメね。ここは。タクシー。1,500〜1,600円ぐらい、天安の市から駅から、腹減ったな。コンビニか。じゃあこの辺で終わります、というかさらに駐車場っていうか、タクシーとかが止まるところは向こう側です。だからもしもタクシーとかで来る場合はもっと手前のところで、まあ止めてもらうようにした方がいいです。かなり長いっすよ。歩かないといけない。だってまだ駐車場はあれだからね。あれ、またタクシーで帰るしかないかな。行ってみよう。はい、じゃあこれで終わります。あの辺だね、タクシーが。出入りしている。タクシーは拾えそう。
てんだ。バスがあるかどうかだよ。じゃあこれで終わります。終わり。